こんばんちは、あずさです。最初に、今回7月ピックアップ型の動画は、線回ししたのですが、僕が入りになってしまったので、ご了承ください。さて、代わりにと言ったらおかしくなるのですが、つむつむ対決動画を、お送りします。プリンセス対決ということで、サプライズエルサ、バーサス、シンデレラで、ハイスコア対決を、実施いたしました。もちろん、この動画は、あずさの実況でお送りします。今回のルールです。ハイスコア対決なので、獲得スコアが多い方が、勝者です。もちろん両者、フルアイテムプレイで、全力プレイなため、延長ありです。両者、強組なため、ハンデは、なしです。また、両者のプレイが長くなったため、途中、尺も都合上、最初のところは、倍速になっていますので、ご了承ください。まずは、サプライズエルサから、プレイ開始です。最初の、残り時間40秒まで、快速プレイです。快速で見にくいですが、サブエル、サクサクと、必殺、縦消しで、タイムゴミを増やしていきます。もう少しで、快速プレイ終了です。通常速度でのプレイに、戻っていきます。いやー、やっぱり、プレイ時間が、長いですねー。タイムゴミ量産、スキルループで、残り時間40秒まで、使用した時間、倍速でわかりにくいですが、2分ほどプレイしていました。さすが、サブエル選手。サブエル選手、ここでの勢いが止まらないー。タイムゴム量産、スキルループで、着々とスコアを伸ばしていきます。残り時間30秒から、残り時間が、減ってないー。サブエル選手、覚醒モード突入か？勢いが止まりません。一体どこまで続くのか？
手ダッシュモード終了。しかし、サプエル選手のダッシュモード、スキルドで、この威力、恐るべし。ということで、初戦が1000万点もオーバーしました。スキルマックスではなく、完全体ではないのですが、この威力、半端ない。残り時間10秒切ったが、果たしてどこまで得点を伸ばすことができるのでしょうか。ここでタイムアップ。なんと、この時点では、1600万点もオーバーしていますが、戦力対決なので、延長戦、突入。ここからが延長戦。果たして、どこまでスコアを伸ばすことができるのか？シンデレラに負けじと、サプエル選手の、ドトルの、最後の追い込みラッシュ、開始です。ここでタイムアップ。果たして結果は？サプエル選手、結果、1856万5498点、獲得、シンデレラにプレッシャーを、かける高得点です。続きまして、ラストは、シンデレラ選手。果たして、サプエル選手の、高得点を、超えることができるのか？準備ができたので、プレイ開始です。最初の残り時間40秒まで快速プレイです。なんと最速中に、どんどんタイム後に、量産して、全然残り40秒になりませんので、しばらく、最速が解ける様子がありません。残り40秒になるまで、およそ2分後、かかりました。シンデレラ、スキル4でも、相当の興奮です。シンデレラ選手、攻撃の手を、緩めることなく、タイム後の量産、スキル連鎖、止まりません。ここでツイッターからの妨害突入。この妨害は、後に響いてくるのか？今のところは、大丈夫そうだ。このペースは、
高得点の匂いが醸し出ています。これは、初戦、一戦万点ペースの予感がします。サブエル選手と、いい勝負な予感です。ここで、まさかのコンボが途切れちゃいました。ペースを飛ばしすぎたのか？または、あの妨害でシンデレラ選手の、メンタルに、何らかの影響が出たのか？とりあえず、ペースは悪くないので、ファイトだ、シンデレラ選手。焦るな、シンデレラ選手。まだ、時間は、残っているぞ。初戦、一戦万点達成。このプリンセス対決、結果がわからなくなりました。残り時間は、10秒を切りました。さあ、どこまで差を詰められるのか？ここでタイムアップ。現時点では、1500万点弱、と、サブエル選手のペースが、勝っているのですが、この延長戦で、どこまで得点を伸ばせるのか？延長戦開始です。シンデレラ選手、怒涛のラッシュ開始です。さあ、サブエル選手の記録を超えることができるのか？ここから、最後までプレイを注目して、ご覧ください。ここでタイムアップ。これは、シンデレラ選手の延長戦の、追い込みで、本当に僅差の戦いになったようです。果たして、結果は？シンデレラ選手、1877万6266点、獲得。結果発表。結果はご覧の通りです。プリンセス・ツム、ハイスコア対決を、制したのは？妨害にも耐え、最後の延長戦で巻き返した、シンデレラ選手。最後まで動画を、ご視聴していただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録の方を、よろしくお願いいたします。